今日ゲームセンター CX の真似事をするソフトはこちらです。プリティファイター。ブックオフで105円で買いました。はい。内容が全くわからない。内容がね、説明書とか何もない状態で買ったんで、何もわかりません。初めてみたいな。読みでは横スクロールか格闘のどっちかと。まさかのパズルとかやったでしょ。まさか。もしかしたら脱衣麻雀のせいもまだわかりません。だからね、それは。いや、あり得るよ。この絵が怪しいもんね。怪しいっす。それ麻雀できるでしょ、大丈夫なこと。でもなんかこう、横にセーラームーンって書いてあってもわかんないみたいな。わかんないな。俺は麻雀できない。イケール。トムとジェリーは違うな。これでいいのかな。いや、こっちのカメラ使ったことは今までないんで。多分これで大丈夫。はい、とりあえず行こうかね。はい、じゃあ俺がすごい入ってるんで。せっ！あぁ！よいしょ。変身きた、出やきた、なんかきた。あれ、コントローラー持ってる。メダロってほら、コントローラー持ってる。エレキュール俺がやっていいの。顔にしたわ。格ゲっぽいな。格ゲっぽいな、これストーリーモードね。すげえ登ったよ、男の声が聞こえて。なるほど、これね、これボディコンのストーリーのパーサー。構えがおかしい。うどんさんだけど、明らかに構えがおかしい。低すぎるやろ。まあ、個人的な趣味に。これ、あと体勢とかもやればいいんだね。ミニ浴衣とナースの体勢。ナースの体勢必要だもんね。手堅いね、ミニ。さて、技が分かります。うわー、格ゲーや、マジで。おりょう。おりょうって名前でした。あれしたね。おりょう。激しい武器だから。なんかクリスから白い液体出る時あるよね。メディカルシャワーで言ってる。メディカルシャワーで、あ、なんか出た。言ってるね。なんか死ぬるとかね。ちょっと相手強くね。あ、チュリーの技やん、あれ。スピニングバードキーパクった。スピニングバードキー、あの倒れ方すごい。いきなりやられてるけど。てか雲流れんのすげえ早いな。これから嵐でしょ。おお、何はまあ何分かった。この人のジャンプやばくねえな。飛び方情けねえな。鳥のように羽ばたく。やべ、負けた。やばい、強い。ちょっと待って、これシステムがなんかスト2そのままちゃうの。いや、スト2よりシビアだよ。手が強いっす。あなた強います。あ、この人がおばさしてる。あ、スト2じゃねえかこれ。ああ、うわうわって言うのかな。でも男いなかったよ。言わないのか、そんな。ビームオーバー、キスポーゼル。もう一個か。ランキングあった。ランキングあった。ランキングあった。メインキャラ。ああ、メインキャラ一番強い。セーラームーンだ。デブちゃんだ。ジュニー。いい。ジュニアのこと。いい動きする。マリット、ジュニー。スライディング使える。スライディング使える。スライディング使える。強いなぁ。スライディングはチートだもん。強い。お、穴が出た。なんか今出たな。出てたかも。全然今コマンド書いてないか。特にあれその場所が止まんないけど。え、あ、乗った乗った。セレクトだよ。え、セレクトがポーズなの。かわいいな。この感覚的な操作を無視。すごい気になってる。ガード席の身元が入んない。待って、だから敵のガードが硬すぎじゃないこれ。ほら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 、はっはっ、飛んだぞあいつ。なんかあの、扇子みたいな、あれ指輪の時を強いぞ、投げてきた。あ、そうか、そういうことか、これ。その日だ、負けとるよ。指輪の時はね、一つとかの感覚じゃないんだけど、基本的にみんなヒッパータック使ってたんだよ。セクシーさで勝負っていう。多分な、あ、あ、あ、出た、あ、出た。え、勝利券、勝利券だろ。勝利券じゃん。ヨガフレーム見て。やべ、勝てねえ。やべ、分かった。あ、危ない。あ、上押しちゃった。パンツは見えない。あー、ギリギリなんだ。果たしてが負けるなんて。ちょっとあの、ストリートファイターで。ストリートファイターでね、顔面が。顔面が。ボコボコ。
いやただのパクリやん。しかしむずい。難易度が尋常じゃない。オプションでさ、いくつか項目を変えてさ、先に進めようぜ。進まねえとこだ。じゃあルール設定をじゃあ1にしたし、これまだ出てないからってやる。でまずロリポに失敗したかな。なんか絵になるとひどい顔だ。プリティファイナルだな。なんだ今のは。なんだ、エアロビーの人か。やばい、弱くなってね、相手すごく。俺のスライディングスタイルじゃん。やべえ、ずっと守ってる。カードが硬すぎるところから。愛と柔らやら。柔らやわらかちゃん強いな。このジャンプやべえ。え、つかさ、足伸びてない。ナルシムだよね。いろんなキャラの様子パクってるな。後ろの広告に広告がなくて、ジャックローソンジャックパンチラウゾンみたいな。ラウゾン。あら。敵のさ、やる気のない子だな。伸びてる、伸びてるらしい。弱々しいな、加工が可愛かった。勝った勝った勝った。あれ、勝利のポーズ。謎のポイントスイッチか。黙ってニースのポイントの数が始まったで。警察だから刑かな。安直だね。あそこはね。でこっちなんで愛なの。愛以上だから。愛以上この愛以上の愛以上全くなんか納得できないよね。納得できない確かに。なんだよ。なんか出た。なんか出たし。みんななんかこう若干引いてる感じだよね。わけわかんねえよみたいな。それこそワカメちゃんみたいになってね。バトンタッチしやがった。これね、使うときはよくわかんないときに使える。なんか出た。マリの最高級。あ、出た。ほら、ラジオ。ラジオ体操。ラジオ体操。超なまってる。一回ラジオ体操言わない。あれさ、食らうのかね、ダメージ。あーもういい。せっこい。はーって言ってるやん。敵が踊れてる。ラジオ体操。まあ、一応。あー、バナナ食ってんじゃねえ。バナナ。あー、ラジオ体操出た。あー、もう出せる。ラジオ体操の極意つかんない。ラジオ体操、ほら。いい話ね。手足しか動いてない。セーラーパンチってセーラーパンチ、まあ、セーラーパンチセーラー服だからセーラーパンチ。そうセーラーボールじゃないよ。もうラジオ体操一回出せるぞ。画面ボコボコなんてあれ。死んでまうわ。単なる連打できるんだけどね。これ連携してすっげえすげえ攻撃ショットだ。1番はシッあれっすね。クリアしちゃう。何よこれ。クリアしちゃう。すまない。 A と全然違いが分かんない。はい、なんか向こうこうなってる。上の方コングラチュレーションズレベルを上げてバッコスト。ってことでこれマックスでやるとなんかあったかもね。ああ、終わったよ。あら落ちた。クリアになるのかな。一応超なんだろう。じゃあレベル4。